マクドナルド・マリガ、ワニアマは、ケニア・ナイロビ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。弟は、ビクター・ワニアマ。ケニアの期待の若手選手として、スウェーデに渡り、ヘルシン・ボリーフで活躍。その活躍ぶりから、イングランド方面よりオファーを受ける。2007から08シーズンに、イタリアのパルマ FC へ移籍し、翌シーズンは、完全移籍を果たす。 2010年1月、当初の予定では、ボランチ獲得に動いていた、イングランドのマンチェスターシティ FC に移籍することになっていたが、労働許可証が降りずに移籍が破談になったことから、マンチェスターシティはインテルからパトリック・ビエラに切り替えた。その旨を、マンチェスターシティのロベルト・マンチーニ監督から伝えられたインテルが、急遽、ビエラの代役として獲得に動き出し、 2010年2月1日にインテルへの移籍が決まった。2013から14シーズン後にインテルを退団しフリーとなっていたが2014年9月12日にパルマ FC と1年プラス2年オプションの契約を結んだ。ありがとうございます。